アルカディウスは東ローマ帝国テオドシウス王朝の初代皇帝。ローマ皇帝テオドシウス一世の長男。377年に現在のスペインで生まれる。383年に東方政帝となる。395年、テオドシウス一世は長男のアルカディウスに帝国の東半分、次男のホノリウスに帝国の西半分を継がせた。 テオドシウス一世は、長男と次男が、行為争いをすることで、激化する民族移動時代に対応できなくなることを恐れたため、分割統治させようとしたのである。これにより、ローマ帝国は再び東西に二分されることになった。今までにもローマ帝国は何度か、分割統治を行ったこともあって、当時のローマ人は、この分割統治が、 その後に再統一されることのない完全な分裂であるなどとは思っていなかった。ローマ帝国の東西分裂とは二度とローマ帝国が統一されることがなかったことを知る構成のものの呼び方に過ぎない。アルカディウスは弟のホノリウスと同じく無能な人物で政治に全く関心を示さなかった。しかし帝国有力者のフラウィウス・アンテミウスらが 実際の政務を取り仕切ったため、帝国が揺らぐようなことはなかったと言われている。408年に死去し、定位は、息子のテオドシウス2世に受け継がれた。アルカディウス帝は、皇后アエリアエウドクシアの残言により、404年に、聖人としても説教家としても名高い、コンスタンティノポリス大主教、ヨハネスクリソストモスをその地位から追放したことでも、知られる。ありがとうございます。